はいどうも、平井です。どうも、カイノリスです。今日なんですけども、はい、明日ね、実はユニオンとナイキダンクローのね、はい、コラボの方が、スニーカーで発売なんですけども、はい、そんな中、はい、ユニオンとエアジョーダン2のね、はい、コラボについては発売情報みたいなのが、あ、そうですね。はい。いうことで、今日はそのあたりをね、やっていきたいなと思います。その他、リーク情報もあるんですかね。あ、そうですね、はい。はい。秋以降に発売されるんじゃないかって言われてた、はい、モック画像一回紹介したことあるエアジョーダン1 HiOG があるんですけど、はい、それの実物が出てきているのと、はい、あと今後発売予定のナイキダンクローの情報ができているので、うん、それをご紹介したいのと、あとちょっと小ネタこのネタですか、はい、はい、このチャンネルでは2回ファッションに関する陸情報や最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムの方やってみますので概要欄の方にリンクのがありますので気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。5000人超えましたね。5000人超えました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。次は1万人目指してやっていきたいです ね、 ですね。そうなんですよ。はい、じゃあ早速なんですけども、ユニオンとエアジョーダン2の、ラタンとグレイホグについての情報がちょっと出てきてるんですかね。あ、そうですね、はいはい。まあ、先月からですね、4月にこの AJ2 とユニオンのコラボの方が発売するんじゃないかっていうリークをやらせてもらってたんですけど、はい、ユニオンのロサンゼルスの方から、はい、まあ、こういった形でインスタグラムの方に投稿がありまして、はい、ユニオン東京の方からもこういった投稿はあったんですけど、はい、この今植物の写真が写ってるんですけど、うん、これがだんだん剥げていってその中から、ラタンのカラーが出てくるっていうふうな投稿やったんですけど、はいはいはい、あとなんかカウントダウンの方も始まってまして、うん、これ4月の15日で今日本のね発売の日程っていうのはそのあたりになるんじゃないかと思われるんですけど、うん、一応海外での発売っていうのも4月の15日というふうに出てきてまして、で、それに合わせて海外のスニーカー系サイトの方が、まあ、このラタンのカラーの公式写真も出てきてるのとナイキの方から、グレイホグの方も同じく4月の15日っていうふうに言ってるんですけど、うん、ただそのユニオン側から出てきてるインスタグラムの投稿にグレイフォグの写真がなかったんですよね。ああ、そうなんですね。はい、このラタンの写真だけありまして、で、まあ、LA のユニオンの話になると思うんですけど、発売の方が4月の15日じゃないかっていう感じなんですよね、これね。まあ、日本もそうそう来てほしいですよね。はい、ね、ユニオンとナイキダンクローの発売に関しては、海外の、ユニオンのお店の方では3月31日だったんですけど、ユニオン東京の方では4月1日だったんで、はい、ちょっと前後してたじゃないですか。はいはい。はい、なんで、この、まあ、AJ2 と、ユニオンのコラボなんですけど、まあ、ユニオン東京の方も、おそらくそのあたりになるんじゃないかと思われるんですけど、はい、はい。まだこの辺うまく情報キャッチしてですね、はい、こちらご紹介したいんですけども、はい。はい、AJ2 の方なんですけども、はい、ストック数もね、はい、ここには情報出てきてたんですよね。そうなんですよ。これ結構前が出てまして。はい。はい、というのも、これもともとね、これ去年の11月に発売されるんじゃないかっていう話だったんですけど、そうですかね。まあね、まあいろんなね、世の中の事情がありまして、うん、まあ、ようやく4月の15日ということで、発売上出てきてるんですけど、うん、はい、こちらの方がですね、5万速って出てきてるんですよね。これは各速5万速じゃないかということですか、ね、そうですね。はい。まあ、ユニオンの、ナイキダンクローのコラボに関しては、1.5 万速から3万速って言われてたんで、うん、まあ多いかなと思うんですけど。そうですね。はい。まあ、2つ合わせて10万速じゃないかって言われてるんですよ。これずっとね、この数字って変わってないんですよね。そうですね。はい。違う、何ですかね、海外リークアカウントサイトの速数っていうのを一回見たことなくて、うん、まあ5万速って結構ずっと言われてるんですけど、うん、はい。まあ楽しみですね、これね。楽しみですね。はい。ナイキの方からの公式写真見てたら、僕もともとグレイフォグの方がね、うん、いいなと思ってたんですけど、うん、このラタンの方がいいっすね、これね。両方いいですよ、ね。はい。春らしいと言いますか。はい。まあ、日本のユニオン東京の方で今後ね、まあ、抽選の情報とか出てくると思うんですけど、はい、まだこちらご紹介できればなと思うんですけど。そうですね。はい。はい、まあ、明日の方はね、あ、そうですね。スニーカーズでね、はい、ユニオンとナイキダンクローのアルゴンの方で、ね、はい、そうなんですよ。発売があるということで、僕実は、はい、今日の朝ですね、補欠当選していた分なんですけど、はい、正式に、はい、落選になりましたというプッシュ通知が届きましたんで。なんで、まあ明日全力で、スニーカーズの方でね。まあ、ユニオンの方はね、はい、全部外れたということなので、はい、まあ仕方がなく、なね、明日はね、スニーカーズでチャレンジですね。はい、僕もやるんで。はい。そうなんですよ。はい。まあ、書いたらいいんですけどね。そうですね。はい。続いてなんですけども、エアジョーダン1 HiOG のエアルームですね。そうですね。はい。はい、こちらまでちょっと目標を見てもらいたいんですけど、はい、以前、秋頃にエアジョーダン1 HiOG で、タンのカラーのバケットレザーと、うん、ブラックのスムースレザーで構成されているエアジョーダン1 HiOG のモック画像やってるんですけど、はい、覚えてらっしゃいますかね、これ。うん、こういったのやってたんですよね。やりましたね。はい。で、実物の投稿がようやくできまして、うん、それとともにですね、一応発売のリークの方もできました、ね。9月の17日に発売するんじゃないかという情報とともに、持ってらっしゃる方の投稿ができてるんですけど、うん、モック画像とね、ちょっと違うんですよね、これね。違いますね。はい。出てきてるね、カラーブロッキングは一緒なんですけど、うん、よく見ると素材が全然違うんですよ。そうなんですよね。はい。タンのバケッタレザーは合ってるんですけど、
これ、サイドパネルのブラックの部分、よく見たらね、これね、ツイルなんですよね、これ、ね。そうですね。レザーじゃないんですよ。レザーじゃないんですか、ね、はい。これ、レザーの方が良かったなっていう、ね。僕もレザーの方が良かったですね。はい。あの、ブラックのカラーの部分はもう全部レザーじゃないんで、うん、ツイル素材が使われてまして、アウトソールの部分が、ややカーキのようなカラーといいますか、はい、の、ソールのカラーになっているんですけど、まあ、持ってらっしゃる方の投稿はようやく出てきまして。木画像の方がかっこいいとか。そうなんですよね。ね、はい。で、これね、9月の17日の発売なんで、はい、あの、ちょっと定価見てもらいたいんですけど、ちゃんと170度なんですよね。ああ、なるほどね。そうなんですよ、はい。10月から値上がりするということで。そうなんですよ、はい。これ10月の対象じゃないので、あの10ドル上がってない状態の、まあ、値段になってまして。なるほど。そうなんですよね。ちょっとね、これ実物ね、見たときに、あの、木画像との、まあちょっとね、ギャップと言いますかね。そうなんですよね。まああって、あ、そうかってちょっとなったんですけど。そうですよね。あ、もっとね、これ履いてらっしゃる写真であったりとか、うん、シューレースとかを、あれですね、まあ別のカラーのモードが通してる写真とか出てきましたら、うんうん、またこちらご紹介したいなと思うんですけど。そうですね。はい。はい、続いてなんですけども、エアジョーダン1ローのブリージッドコーラルですか？そうなんです、はい。これね、ちょっと日程で生きてるんですけど、はい。はい。6月の17日ですね。はい。ただね、これ今見てもらってるのが、結構古い動画で紹介したエアジョーダン1ローの OG の、うん、木画像になるんですけど、はい、以前、ステージヘイズっていうエアジョーダン1ハイ OG のステージヘイズ情報が出てきた時に、うん、そのタイプのローカットのタイプでこういったものが出るっていうのにセットで紹介させてもらったんですけど、はい。はい、で、このね、ローと同じく、以前紹介したエアジョーダン1ハイ OG のステージヘイズに関しては、うん、全然ピンクのカラーがもう使われてないような実物が出てきまして、そうでしたよね。はい。シューター部分のナイキエアの、あの、書いてる文字っていうのが、ややピンク寄りやったんですよね。そうなんですよ。はい。で、そういったなんか、ローはどうなのかなと思ってたんですけど、まだ実物の投稿がないまま、この木画像を使って、もう一度ね、発売のが出てきてまして、さっき言ってた日程になってるんですよ、ね。はい。近いうちに多分出てくると思うんですけど、これ木画像通りなのかどうかわかんないんですけど、もともとこの、ブリッジコーラルっていうのは、ステージヘイズのローカットタイプになるんじゃないかって言われてたんですけど、またこれ、情報がわかればですね、これでご紹介したいなと思うんですけど。はい。はい、続いてなんですけども、ナイキ SB ダンクローのブルーラズベリーです。ああ、そうですね。はい。まあ、あれですよね、うん。フルーティーパックなんですけど。そうなんですよね。はい。昨日の動画の方でグリーンアップル紹介させてもらったんですけど、はい、ブルーラズベリーの方が予約でできまして、こんな形でナイキの更新ができたんですよね。はい。はい、で、終端の部分に、まあ、このフルーティーパックに見られる、まあ、何ですかね、まあ、共通項といいますか、デザインなんですけど、まあ、終端の裏に、このブルーラズベリーの、まあ、何ですかね、この顔といいますか、が入っているデザインが落ち込まれているんですけど、はい、はい、で、まあ、以前も出させてもらってたんですけど、パイナップルであったりとかグリーンアップルであったりとか、うん、このブルーラズベリーの方がナイキの方の公式商品ができているので、うん、発売が近いんじゃないかって言われてるんですけど、はい、まあ、海外のアルリーカーカウントサイトとかは4月の20日頃じゃないかって言ってるので、はい、まあ、4月の20日頃だったらこのタイミングで、ね、ナイキの方の公式商品が出てくるのはまあ妥当かなってちょっと思うんですけど、ね、はいはい、はい、まあ、日本での発売期待したいなと思うんですけど、これもまたいいですね、これね、うん、昨日の、はい、グリーンアップルもいいなと思ったんですけど、うん、このブルーラズベリーの方もなんかね、真夏にすごく合いそうな一足かなっていうのを思うんですけど、一つぐらい欲しいですけど、ね、欲しいっすね、はい、続いてなんですけども、ナイキダンクローのジャッキー・ロビンソンですか、はい、はい、こちらもね、以前から持ってらっしゃる方の投稿をずっと紹介させてもらってるんですけど、うん、ようやくナイキのから公式写真が出てまして、もともとこれ4月に発売されるんじゃないかと言われたんですよね。うん、というのも、このジャッキー・ロビンソンっていうのは以前にも話させてもらってるんですけど、うん、黒人初の演出といいますか、うん、はい、4月の10日に、75年前になるんですけど、4月の10日に契約して4月の15日に、まあ、初めてね、試合に出た。うん、日があるんですけど、はい、で、その75周年記念ということで、シューターの部分に75って書いてるのと、あと、かかとの部分に42って書いてるのが、ジャッキー・ロビンソンの、まあ、背番号なんですよね、これ。はい。はい、で、このタイミングで、まだナイキの公式写真が出てきているのは、うん、もしかしたら4月の15日の発売じゃないかって言われてるんで、うん、まあ、これもちょっとあり得るのかなと思ったりするんですけど。そうですね。はい。はい。まあね、これね、このテキスト柄といいますか、あ、そうなんですね、かっこいいですよね。はい。あとまあ、シューレース面白いですよね、これね。このね、はい、このステッチになってるところがね、そうなんですいいですよね。はい。これ以外に、単色でブルーのみのシューレースもついてましたね。あ、そうなんですか、はい。公式写真の方に、出てきてたんで、うん、はい。はい。次から小ネタですか ?CPFM のネタですか、はい、はい。持ってらっしゃる方の投稿とともに、ちょっと忘れてたんですけど、うん、CPFM と、
ナイキダンクローのコラボで、これ一応今年の後半っていうふうに書いてましたね。あ、そうなんですか、ね、そうなんですよ。はい。持ってらっしゃる方の投稿を見て、あ、そういや、これ、こういうのもあったなと思ったんですけど、はい。はい、これ、ガーデニングを落とし込んでるようなデザインで、うん、まあ、サイドソールの部分が、まあ、滑稽をイメージしてるようなデザインって言いたいんですかね。はい。になってまして、まあ、全体的に一応、まあ、アーシーなデザインといいますか。うんうん、はい。まあ、カクタスプランドフリーマーケットらしいなっていうようなデザインもあるんです。そうですね。はい。まあ、こちらは今年後半じゃないかということで、うん、投稿があったんで、まあ、これ面白い一足なんで、まあ、ぜひとも狙っていきたいなと思うんですけど、まあ、秋頃に発売されたら、なんとなく合うかなっていうデザインもあるんですけどね。はい。はい。はい。続いてなんですけども、エアージョーダン1ハイオージーのシェリーヌです。そうですね。はい。はい、こちらの方に発売日出てきてるんですけど、うん、こちらの方が7月の20日に発売予定ですね。あ、そうですね。はい。はい、とともに、こういった実物の投稿がありまして、まあ以前からね、これちょっと紹介させてもらっているんですけど、はい、これウィメンズって言われてるんですよね、これね。うんうん、こちらの方が7月の20日というふうに新たな日程出てきてまして、いらっしゃる方の投稿があったんですけど、うん、はい、まあ続々とね、1ヶ月ごとにエアジョーダン1ハイオージーが発売されるんですけど、そうですね。はい。まあ最初のね、動画の方も出させてもらってたんですけど、うん、まあエアルームの方が一応まあ9月頃ということで、そうですね、まあ1ヶ月おきにね、何か一足発売されるっていう状態が続くんじゃないかなと思われるんですけど、はい。で続いてなんですけども、ナイキダンクローの、グラフィティバッグですか。あ、そうですね。ナイキダンクローのグラフィティを以前から3足ね、あの公式写真が出てたんで紹介させてもらったんですけど、はい、まあ、こういった風に3つ並べてる写真がありまして、うん、僕はこのパープルのカラーがちょっと気になるとさせてもらってたんですけど、はいはい、まあ、このパープルのみね、アッパーの部分がレザーとかじゃなくて全部キャンバスなんですよね、これね。なんですよね。はい。で、それ以外の2つに関しては、一応キャンバスと、まあ、レザーが使われてるんですけど。うん、僕はあの、ネイビーのタイプが一番いいかなと思ってはいるんです、ね。はい、以前に紹介した時もこれって言ってましたもんね。そうですね。はい。まあ、発売が近いんじゃないかということで、うん、まあ、今後またこれ日本の方でもね、発売されてほしいなと思うんですけど。はい。はい。で、続いてなんですけども、ナイキダンクローで、大友克洋さんとのコラボなんじゃないかって思われるような投稿がまたありまして、以前これ紹介した時にね、通称スチームボーイっていう名前で紹介させてもらったんですけど、はいはいはい、何もね、文章がついてなくて、こういった投稿が一個だけあったんですけど、で、その大友克洋さんと、コラボしてるのを思わせるような、なんかキーホルダーまでつけてるんですよ。タグはついてますよね。はい、大友克洋さんといえばね、アキラのね、人なんですけど、ね、はい、まあ、これに関しても、ね、全然これ以上情報がないので、はい、まだ分かりしたい、こちらもご紹介したいなと思うんですけど、はい、抽選の情報になるんですけど、はい、明日、ABC マートの方で、まあ、店頭での受け取りになるんですけど、はい、スニーカーズの方でも発売されているナイキダンクハイのレーサーブルーじゃないですか、はい、チャンピオンシップブルーなんですけど、はい、まあ、こういった形で、ABC マートの GS のインスタグラムの情報が来てまして、はい、明日4月の7日展が始まるみたいなんですけど、はい、まあ、僕ちょっと申し込もうかなと思ってるんですけど、はい、もこれはちょっと欲しいですね。はい、あとはスニーカーズの方でもオンラインチャレンジしようかなと思ってるんですけど、うん、はい、はい、あれですよね、この先と言いますか、明日から結構連チャンで、そうなんですよ、ね、抽選だったりとかね、はい、ほぼ毎日じゃないですかね。そうですよね。はい、明日が、ユニオンとナイキダンクローのコラボで、はい、で、あさって4月の8日がオフファイトとブレザーロー、うん、そうですね。で、しあさっての4月9日がエアジョーダン1ハイオージのヘリテージ、多いですね。で、4月の10日がキダンクローのファストグレー、これ星って言ってましたよね。出ましたね。はい、で、4月の11日が先ほど紹介したナイキダンクハイのレーサーブルーですよね。はい、で、4月の12日は僕はもう持ってるんでしないですけど、はい、クロトとナイキダンクハイのフラックスが12日なんで、はいはいはい、ずっと続くんですよね。ずっと続きますね。そうなんですよ。ちょっとね、定価でどれか書いたらいいなって、まあ、思うんですけど、はい、まあ、一番欲しいのはヘリテージですかね、やっぱり。そうですね。はい。はい、あの、今後ね、はい、オンラインチャレンジに続きますので、ちょっと毎日ね、はい、そのあたりの結果なんかもお伝えしながらやっていけたらなと思いますので、でね、はい、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイノレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had about